48極峠は、長野県千曲市と長野県東千曲郡を見村の間にある峠。千曲山地、生山高原県立公園内の八頭山と、神力山の間に位置する。安部の標高は1,020メートルほどで、いくつかの崖が連なっている。48極峠は、名ごとく休憩者に、くずかごれの道が続く難所である。 かつては、暗部付近の標高約1000メートルに水道が貫いて、いたが、老朽化を理由に廃道となった。まだ通行可能であった1988年のニューサイクリングに掲載された走行レポートによれば、徳良駅と暗部水道との高低差は、約600メートル、道のり13.5キロメートルほどであり、見客者ならば自転車で、約1時間ほどで途半できた。 カムリキ山登山道は、長井ダムより、下の付近より、長野県道55号大町尾身インター線、曲線から林道カムリキ線へ分岐し、48曲峠の安部付近の崖を避けつつも両線に沿うかのように、上り道が安部を越えて、カムリキ山へ向かっている。途中、カムリキ山目下にある両線の標高1100メートルほどに、あるたるみを、長野県道498号聖高原線、 曲線が越えてゆく。林道カムリキ線より、長野県道498号聖高原線、曲線へ左折し470メートルほど進むと、右手側より山頂へ続く細道になる。山頂より、北側は、棒状平より林道、千石線を経て千曲市立さらしな、小学校方面へ至る。なお、ハイ及びカムリキや山道のいずれも、車両通行止めとなっている。 Q48 極峠越えの代替として、八津山に坂上トンネルが整備されており、長野県千曲市、上山田地区方面と長野県東千曲郡、尾見村長井地区方面を結ぶ長野県道55号、大町尾見インター線曲線が貫いている。Q48 極峠よりも道幅も広く利便性が高くなっている。ありがとうございます。